部のゆりはだす、おたの申します。あの6月の29日に稽古としてまた襟替えをさせていただきました。もう2ヶ月になります。はい、襟替えになしたら舞妓から芸妓になるんですけど、子供から大人にちょっと成長した境にちょっと大人っぽくずっと思い描いていたお姉さん方のような言ったら何て言うんですかね、芸妓さんとしての堂々とした姿になれるようにと思っています。今はまだ祇園甲部の多摩というところに、はい、共同生活をさせてもらってます。あとね、半年ぐらいでちょっと家を出なあかんのですけど、はい、独立という形でお家を出させてもらいます。そうですね、芸妓としてまた新しい舞を多分回させていただくので、もうちょっと頑張りたいと思います。はい、襟替えした時はそこまで実感はなかったんですけど、お仕事を通してお客様の対応やったり自分の自覚も変わって、もう少し芸妓さんとして大人の意見を言えるように頑張ります。はい、何が変わるかって、そう、夜、ね、寝るときに高枕をせんと、ね、寝なくてもいいっていうことが一番大きいのと、あとカズラってやっぱり重たいなと思いましたね。お姉さん方あんなに簡単にね、かぶって舞とかをしてはるんですけど、かなり重たくてちょっと一苦労しました。着物の衣装も大人っぽくなって、はい、嬉しいです。メイクも？メイクもちょっと眉毛がちょっと短くなったぐらいですね。他はちょっと変わらず、そうですね、カツラだからおでこがちょっと背もなので、はい、舞妓時代ですか。楽しいこと、まず舞妓の格好をさせていただくたことが楽しかったね。月々ね、季節のかんざしをさせてもらって、可愛らしい衣装着させてもらってって、今も変わらずなんですけど、違うけどかんざしの種類が少なくなったので、そこはちょっと寂しいかなと思います。あとは着物は自分で選びますか、今から。はい、今のも自分で選ぶんですけど、まだ置き屋に寄せていただいてるので、全部玉のお母さんからお借りしてます。はい、そうですね、したいなと思ってますね。やっぱり憧れのお姉さんになるためにはまだまだ本当にね、時間かかる境に、もう見た目も行動も憧れのお姉さんになるのにちょっと長い年月をかけて頑張りたいかなと思います。はい、頑張ってくださいね。はい、お頼もします。今は10月1日から、一重という、ね、合わせの一重というものになるんですけど、秋の衣装ですね、1枚の着物になってます。で、今描かれている柄は葦という水辺に咲く草ですね、草が生えてます。舞妓と違ってちょっと短い染めの芸妓さんのお衣装になります。帯は博多織といって博多の伝統的な帯になります。とても好きな感じでかっこいいなと私は思います。舞妓の時とは違って、舞妓の時は総刺繍のもう豪華なものなんですけど、今はもうシルクの、絹の襟だけになります。帯締めもとってもシンプルで、舞妓さんの時はこの大きな帯締めをして宝石をバンと置くんですけど、芸妓になったら幅がだいぶ狭まるので、この紐の帯締めになります。普通の着物を着はる方と同じお太鼓の帯というものをさせてもらっています。はい、カズラも10月の1日から秋冬のものになって、塗りの櫛に赤玉という
うちらちょっとまだ成り立ての芸妓なので、ちょっと前雑誌というものをさせてもってます。はい、1年ぐらいするとこれを取ります。